今年春、千葉市にある幕張メッセで開かれた東京ゲームショウ。3日間で16万人を集めたこの催しでは、出展された多種多様のゲームが若者たちの心を捉えました。新しいゲーム機が発売されるたびに、それが社会現象になるほどの注目を集めています。家庭用ゲームソフトの国内市場だけでもおよそ4000億円、昨年発売されたゲームソフトのタイトル数は1300に上ります。その中で今、従来のゲームの概念を超える新しいゲームが生まれつつあります。最先端のデジタル技術を駆使したゲームとはどのようなものなのでしょうか。そして現代のデジタル技術の発達はゲームの世界に何をもたらしつつあるのでしょうか。ゲーム開発をめぐる制作現場のさまざまな動きの中に、私たちは今日のデジタル社会の最先端を見ることができます。今、家庭用ゲーム機の世界では日本の大手3社が激しい競争を繰り広げています。この5月、三大ゲームメーカーの一つで我が国にテレビゲーム時代をもたらした老舗のおもちゃ会社が、日本を代表する大手家電メーカーと提携して次世代ゲーム機を開発すると発表しました。我が社の DVD を採用されるということに決まり、そして両社がそこからお互いの手を。その目的は一つ、市場の 70% を抑えている他のメーカーのゲーム機に対抗することです。これがその一人勝ちのゲーム機。5年前に登場し、国内で1500万、世界中に5000万台を出荷したと言われています。これはそのゲーム機用のソフト。今年2月に発売され、現在までにおよそ350万本が売れています。巻き返しを図るもう一つのゲーム機メーカーも、次世代の高性能ゲーム機を発売しました。このようにゲームをめぐる攻防は過熱する一方です。昨年12月、次世代ゲーム機を出したばかりのメーカーが開発中のゲームソフトの発表会を開きました。社運をかけたこのソフトはゲームの常識を覆すものだといいます。なんかやってくれそうな感じがするんで、まあ、そこら辺の期待とか、やっぱ今までにないような感じのゲームになればいいなと思って、それを期待しています。今日の発表会の主役、鈴木優さん、41歳、開発中のゲーム制作の中心人物です。これまで数々のゲームを作ってきた鈴木さんは、一部のゲームユーザーからは競争的な人気を集めています。5年の歳月をかけて開発中のゲームの画面、これはロールプレイングゲームといわれるタイプのゲームです。無鉄砲で喧嘩早いが、うちに強い意志を秘めている。ストーリーは、父親を殺された主人公が仇討ちの旅に出て、さまざまな困難を克服しながら成長していくというものです。このゲーム全体をやり通すには、どんなに早い人でも500時間はかかると言われています。
プレイヤーは主人公になったような気持ちでいろいろな障害を乗り越えていきます。このゲームは登場人物だけでなく背景まで全てが3次元の立体映像で作られています。これがこれまでの家庭用ゲームにはない最も画期的なところです。さあどうでしょう。こう振りたいところでボタンを押すと、よっしゃ、うじうじ悩むんじゃないよ。この日初めてゲームを試した作曲家の三枝茂明さんもたちまちゲームに夢中になりました。おー、かったかった。一生やられた。もう一回ぐらい。すごいです。違う分野の世界ができた、つまり映画でもないゲームでもない新しいメディアができたというふうに位置づけられるんじゃないかと思いますね。三枝さんが新しいメディアができたと語るこのゲームの発表会の様子はインターネットで同時中継され、その感想がリアルタイムで返ってきます。このゲームは一体どのようにして作られたのでしょうか。私たちはそのゲーム開発の様子を6ヶ月にわたって取材しました。ここは鈴木優さんの仕事部屋。このゲーム作りの司令塔、いわば頭脳にもあたり、これまでテレビカメラが入ったことはありません。競争が激しいゲーム業界では秘密保持に特別気を使うからです。このモードに入っちゃってるじゃない。あ、これがなくなりました。あのアイコン出すための今集まっているのはデザインやプログラムなど各部門の責任者たちです。週に1回彼らはこの部屋に集まり、鈴木さんから細かな指示を受けます。ここはでも前回のミーティングでさ、前のビデオ持ってきてくれ、見せてくれとかって言って、こっちにしてくれっていうふうなこと言ってるのに絶対違うと思うんだけど、じゃあかけてごらん。1983年にこのゲームメーカーに入社した鈴木さんは、数々のゲームセンター用のゲームを作ってきました。ブームとなったドライビングゲーム、バイクの車体を傾けて画面を操作する体感ゲーム、これは世界で初めて開発されたものです。このほか戦闘機のコックピットに乗った気分が味わえるドッグファイトゲームなどを開発し、ゲーム業界で天才プログラマーと呼ばれるようになりました。アメリカのスミソニアン博物館、人類の生み出した科学技術の成果が集められたこの博物館には、1993年に鈴木さんが発表した格闘ゲームが永久保存されています。世界初の3次元立体映像による格闘ゲームはゲーム業界に大きな衝撃を与えました。今回はちょっとできないです。今回のゲームはそんな鈴木さんが初めて取り組む家庭用ゲームです。だから10フレーム、このゲームでの10フレームっていうのはコンマ3秒だよ。1秒も待ったらもう QTE みたいな危険回避っていう感じじゃなくなっちゃうね。あのここらで一区切り、今までを全て振り返って、今までの自分のいろんなチャレンジを一箇所に集めて何かを作ったらどうなるのかなっていうことをやってみたいんですよ。あの自分に対するいいテストですよね。あの自分の力がどこまであるのかっていうのを、あの正確にジャッジするには、おそらくあのシェムみたいな現実路線に近いものが一番いいですよね。鈴木さんの言う現実路線、
それはリアリズムを徹底的に追求してゲームを作ることを意味しています。その現場はどのような仕組みで動いているのでしょうか。私たちは特別の許可を得て開発中の現場を見せてもらいました。ゲームの開発に取り組むスタッフの数は200人を超えます。一つのゲームの開発にこれだけの人数が参加することはめったにありません。ゲームを形作る映像やプログラムのすべてをコンピューターが作っていきます。この現場の組織図、ここでは企画、シナリオ、デザイン、プログラム、サウンドなどの各部門が鈴木さんの統括のもとに有機的に活動し、一本のゲームを作っていきます。ここはデザイン部門。ゲームの登場人物、風景、街角といった背景、小道具など全ての映像をここで作りますが、その数は数十万に及ぶといいます。パッと見の絵はいい感じにっていうのはうちのデザイナーはできるんですけれども、それだけではなくて、それがスムーズに動いたりとか、画面上でプレイヤーがストレスなく操作できたりとか、そういうところの細かい調整っていうところを一番注意してますね。今そういうのをやってる最中の真っ只中なんですけどね、はい。確かにゲーム作りでは映像ができてそれで終わりというわけにはいきません。見るだけの映画やアニメと違って、ゲームではプレイヤーが操作することで画面が素早く変化します。それだけにプログラムの優劣がゲームの面白さを左右することになるわけで、このプログラム部門はゲーム作りの要とも言うべきところです。開発現場で作られた映像は週1回のミーティングでスタッフに披露され、鈴木さんの厳しいチェックを受けます。後ろ下げてボリューム感が損なわれなければもっと良くなるのかな。その基準はあくまでリアリズム、本物らしさがとことん追求されます。量はどうして、俺も親父を。この日鈴木さんは焚き火の表現に注文を出しました。薪の高さからどれくらい起きるのかとかさ、明るいところと暗いところの変化が激しすぎるから、はい、ちょっとやらせて、はい、まあ、ちっちゃくなったらちっちゃくなったらちょっと振り付けてやるね、ね、片方だけ、うん、ちょっとだけ振り付けてやる、はい、そっちの方がいいだろうね、多分、はい。開発現場では直ちに焚き火の手直しが始まりました。で、もっとモディファイアボディを使って、ここに意外と置いて影をこうやってバッと伸ばすと潰れて見えなくなる。焚き火の炎の影響を受けて、洞窟の壁に影が伸びるようにしたいんですけど、まだちょっとこれ仮のステージなんで、うまくライティングあ今はじゃあライティングの配置を決めて影とかいろいろ作ってるんですね、はい、こちらでは登場人物の顔が描かれています。
そうですね、リアリティのあるおばさんの顔に今苦労してるとこですけど、特にどこが苦労なさいますか？やっぱり目とか、そういういかにもいそうとか、そういうところなんじゃないかしら。こうした現場スタッフのこだわりを可能にしたのが、新しいゲーム機の半導体基板。このメーカーの前の機種の10倍以上の画像処理能力を持つようになりました。やっぱり今までできないことっていうのがいろいろ可能になったと。端々の部分っていうんですかね、服の袖とかスカート、まあ、お下げもそうですけれども、ああいう微妙な風の揺れとかが実際キャラクターの動きっていうのをすごく出してくれると思いますので、それはもうハード的にはすごい進歩だと思います。私は高周へ。開発中のゲーム画面、何か一つでも好きなものがあれば、人はそうした顔ができるものよ。あなたたちは風にそよぐ髪、人のために何か、声にぴったりと合った唇の動き。自分のことだけを考えていてはダメよ。私がこんな話をするのはね、それはこのゲームには友情というテーマが盛り込まれているからなの。瞳に映る光。初めてテレビゲームができてからおよそ40年、ゲーム画面はこのレベルに達しました。これが世界初のテレビゲーム。1962年コンピューターを専攻するアメリカの学生たちが作りました。仲間内で対戦するだけで、ビジネスとは無縁のものでした。その後テレビゲームは商品化され、日本では70年代の初頭、喫茶店などに置かれたこのゲームが大ブームを巻き起こしました。次いで83年に登場した家庭用ゲーム機。操作が簡単で価格も手頃とあって、たちまち世界中に普及しました。その心臓部の半導体基板、当時急速に発展しつつあった我が国のエレクトロニクス技術の粋が集められています。しかしこのゲーム画面は2次元の平面のみで、音も簡単な電子音しか使えませんでした。コンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に。今やデジタル技術の発達によって、一昔前には考えられない映像表現力を獲得したゲーム。しかしそれを駆使してリアリティのある映像世界を作るのは、あくまでも作り手の力です。この日鈴木さんはゲーム画面のリアリティに大きな影響を与える光の処理を指導していました。考えたと光が、例えばこっち来たり後ろ回ったりしてくれるのが一番光が変化するね。鈴木さんの指導で完成した画面、ライティング、つまり光の当て方によって表情が一段とリアルになりました。リアリズム、本物らしさを求める気持ちはゲームの登場人物の動きの探求に向かいます。中国古来の八極拳の達人で武道家の服部哲也さん、
測定用のセンサーを服部さんの体に取り付けます。はい、ここでお願いします。よいしょ。服部さんの鍛え抜かれた技をコンピューターがデジタルデータとして取り込み、ゲームの登場人物の動きを作る参考にします。このモーションキャプチャーという技術はもともと映画のコンピューターグラフィックスの画面作りなどに使われていました。このゲームでは主な登場人物全員の動きをこのモーションキャプチャーによってデータ化し、ゲーム画面に反映させました。このゲームの開発ほどモーションキャプチャーを活用した例はないと言われます。これで近づくと危ないぞっていうぐらいからある程度のこう構えて、はい、向こう開いて構えて、こうした膨大な作業を経てゲーム画面上にリアルに再現された格闘シーンはアニメーションや映画に負けない動きをも獲得しました。しかし映像がリアルなだけでは十分ではありません。ゲームではプレイヤーが登場人物を自由自在に操らなければならないのです。そこで実際に使われるゲーム機で繰り返し操作性のチェックをします。得られたデータをもとに鈴木さんが手直しの方向性を決めていきます。ここので出てるあのベクトルがあるじゃない。ここのベクトルも同じベクトル示すじゃない。ツーポイントだったらベクトルが出るじゃない。それが1個先でこっちのベクトルと取ってもいいんだよ。これと同じベクトルがここで出るわけ でこのベクトルに対しての例えばプラマイ45度ぐらいまでは進行方向に行く意思があると。こうした作業を経て開発されているゲームの画面、プレイヤーは簡単なボタン操作であたかも現実の街を動き回るような疑似体験を得ることができるのです。まあやっぱりこう空を見たときに、空見るときね、夜の方が綺麗だよ絶対。はい、空は夜だよ。この日鈴木さんは雨や雪など自然現象の表現に細かな注意を与えていました。雰囲気悪いんだね。はい、ちょっと色つけた方がいい。色をつけて感情出してみました。感じ出てこのゲームには天候などの自然現象さえもリアルに再現するプログラムが組み込まれています。マジックウェザーと名付けられたプログラムです。ゲームの中では時間が進むにつれて晴れ、曇り、雨と天気が変化します。その変化はこのゲームの舞台となる横須賀の長期にわたる気象データに基づいて決められています。実際のゲームでは例えばある日が晴れで次の日が雨だとします。するとプレイヤーの進行具合によって遭遇する気象条件が異なってきます。ゲーム進行の早い人は晴れの日の朝にある家を訪ね、逆に進行の遅い人は翌日の夜雨の中その家を訪ねることになるという具合です。
あくまでもリアリティを追求するこのゲームにはもう一つ、これまで誰も実現できなかったプログラムが組み込まれています。そのプログラムを作るため、企画を担当するセクションは横須賀の街を徹底的に取材、路地裏に至るまで克明に調べ上げました。調査をもとに街並みの地図を作り、その中にゲームにふさわしい場所を新たに付け加えていきます。中華の味一番で、対面側の方の蕎麦屋の蕎麦屋ちょっともし奥ですか、これこちらの方に奥に行くことも言ってて、あとはあの映画館の、あのホールの影行って、敵の待ち合わせみたいなのやるかもしれない。鈴木は新しいことがすごい好きな人なので、今まで誰もやったことないことをやりたがる人なんですよ。いいんだよ、街があってさって言われて、で実際の街はやっぱ大きいんだから、大きい街があって、歩くじゃんって言われて、いやそれは歩けません、歩いてるだけで楽しいのを作りたいんだよって言われて、ああなるほどって。歩くだけで楽しい街を作る、そのためには多彩な登場人物が必要です。このゲーム上の架空の都市横須賀には、なんと250人もの住人が用意されました。スーパーガムに変える、魚やスーパーガムに変える、そしてゲームの登場人物の予想される行動パターンを洗い出し、それぞれの役割が決められます。左のアクションアイテムでさ、右側が今やられてることのせいになる。花屋ガニ股でこいでんから。花屋の店員からサラリーマン、学生、主婦、老人、あらゆる職業の老若男女が現れます。ばあさんからスタートしようよ、この街は。じいさんばあさんが朝早起きるから、そっちの調整しましょう。魚河岸から始まるんじゃなくて、あのじいさんばあさんの散歩からこの街のスタートにするって書いてる。250人もの登場人物、すべての行動パターンを作り上げ、一人一人の一日のスケジュールが決められました。これが周期のプログラムと呼ばれる画期的な仕組みです。一人一人の生活のパターンがちゃんと作られてるってことですよね。やりたいわけですよ。ええ、全部ね。それでは登場人物の一人、タバコ屋の春さんの一日の行動を見てみましょう。実際のゲームではプレイヤーの判断やゲームの進み具合で春さんとの出会い方が変わってきます。例えば歩いてきた春さんに会うか、タバコ屋にいる春さんに会うか、それとも無人のタバコ屋の前を通り過ぎるか、このように春さんとの出会い方は無数にあります。その上、このゲームで出会う可能性のある人物は250人。その無数の出会い方がまたゲームの進行に大きな影響を与える。つまり私たちはこのゲームの中で日常の生活に限りなく近い体験をします。そしてプレイヤー一人一人の独自の人生を歩むことができるのです。その現実感を高めるために、そのやっぱりそのクエストしていく中で、街の人たちがね、生活感が欲しいんですよ、その街に。で、生活感を高めるにはどうしたらいいかということを考えてて、あの至った結論が生活させちゃえと。で、例えば250人のキャラクターがいたときに、
そのプレイヤーによってはもう全く最後まで会わない人もいるんですね。ですからただ会った時には少なくとも挨拶ぐらいを用意しなくちゃいけないでしょう。だからそういうことを考えるとデータの分量的にはですね2時間の映画の40本分ぐらいのシナリオの量になります。2時間映画40本分ものシナリオ作り。で、揉め事をやって当事者を絞り込んでいく。このゲームではプレイヤーの判断次第でストーリーが枝分かれしていくために用意しなければならないセリフだけでも膨大な量になります。どうした、はい、量どうした。結構中国人に聞いた後に、ヤンにやっと出会えて、でヤンの資産ポーラを買わないと当期点という情報を得られないんで、子供が喧嘩していて、鈴木さんはこの作業でもリアリティのあるセリフや表現を求めました。子供を仲裁してどっちを怒るかみたいな感じってすごいいいんですよ。分かれるから判断が。第一線で活躍する映画監督や脚本家の力を借りて細部を練り上げていきます。なんでこういう調整を入れたかというと、短くするだけのものじゃなくて、俺が殺されたはずだから、長いセリフ入れちゃダメなんだよ絶対。これいいじゃない。これ朝の10時から始まった作業はこの日も深夜に及びました。ほうとか何度も何度も練り直されたシナリオ。すいません。お、いらっしゃい。今日はどれにする。最近黒い服の男を見ませんでしたか。黒い服。ええ、スーツもネクタイも黒でサングラスをした。うちのお客にはいないな。そうですか。自然なセリフ回しがリアリティをより一層高めています。あの日黒い服の男たちを見ませんでしたか。それが何も見てないあるよ。ベッドルームを赤。このゲームの開発ではシナリオ作り以外にもその道の第一人者の知恵を集め、細かなリアリティを追求しました。アメリカで建築を学び、マンションや店舗など多彩な建築物を手掛けてきた竹本さんのノウハウも開発中のゲームに生かされています。竹本さんのアドバイスで作られた部屋とインテリアの数々。その出来栄えに滝本さんはゲーム以外の分野での可能性を感じるようになりました。あれはいわゆる世の中に出るときはゲームとして出ますけれども、あれっていうのはやっぱりいろんな可能性が含まれていると思うんですよ。実際問題、この通路に入っていって天井を見上げたら、あそこの角からああいうふうに光が入ってくるよとか、ここに入って見上げた時どういうこういう屋根がこういう角度で見えるとか、こう自分が主人公になってこう部屋をこう動いて、挙句の果ては引き出しかなんかも開けられちゃうわけですから、だからこの引き出しは奥行きが40センチの方がいいなとか30センチがいいなとか、もうそうなったらこれはパーフェクトプレゼンテーションっていうやつで、もちろん上物が立った時にほとんどクレームがないと思うんですよね。あの技術を例えば一つあって、何かデザインのその、コンペティションだとかですね、そういったものに使ったらですね、すごい勝率だろうなと思いますし、また
それだけで商売にもなると思うんですよね。パーフェクトプレゼンテーション屋さんというね、商売になって。ゲーム作りが佳境に入った今年2月、対抗するゲーム企業の有力ソフトが発売されました。その翌日はちょうど定例のミーティングでした。鈴木さんたちはそのゲームの中身を検討します。ゲームのオープニング映像、ゲーム業界ではムービーといわれる画面で、文字通り映画のように見るだけのシーンです。プレイヤーが参加するゲーム画面になるとセリフがなく、文字による選択肢だけの展開になります。イメージを限定しないための演出です。この後ムービーに声は入ってこないの？声はない。鈴木さんはこの新ソフトの映像の美しさに驚きながらも、リアリズムにこだわる自分たちの姿勢を再確認する結果となりました。いいとこ見て参考にできるとか参考にしていきましょうね。そういう見方なんだと思うんですよ。それで自分を向上するよ、我々が。開発中のゲームの音楽や効果音も膨大な量になります。ほとんどを社内のサウンド部門のクリエイターが担いました。もちろんここで作られる曲には全て鈴木さんのチェックが入ります。中には何回も作り直しを求められた曲もあるといいます。前はやはりその音質的にこんなもんかなっていう部分で許されてた部分ってちょっとあったと思うんですが、最近はその辺が許されない、しかもそのまま例えば CD としてレコーディングしたものがそのまま流せるっていう状況でもありますので、まあそれに引きを CD に引きを取らないような音を作らなきゃいけないっていう、なんかそういうまあプレッシャーというか、そういうのはありますね。開発中のゲームの音響効果を担当する浜田誠一さん。ゲームのリアリティを高める上で効果音も大きな役割を果たします。そういえば大通りからいろいろな車が入ってきたりするわけなんですが、今ちょうど仮なんでここに車走ってませんが、一応こう車の音響があります。このぐらいですね。で例えばこれを、振り向きまして向こうに向かって歩きます。そうしますと必然的に後ろにある音は小さくなっていくんですね。そういう効果をシミュレーションしています。効果音であろうが音楽であろうが、やはり使う発音数の中をこう取り合いしますので、そのいかにお互いを殺さずにですね、うまい具合でなるかというのは本当に試行錯誤の世界ですけど、実際にはいろいろなこの街の中に生活する人間が発する音というのがあるわけですね。そういうものを全て持って、このプレイヤーの主人公とその音を発している距離によって方向と距離、音量をコントロールするということをやるので、かなりたくさんの情報を処理しなきゃいけないと。その音声の表現力を一気に高めたチップを作ったのが静岡県浜松市にある大手楽器メーカー。現代のデジタル技術の開発はコンピューターによってさまざまな音を作り出すことを可能にしました。
その背景には半導体生産技術の発達もありました。しかし鈴木さんたちのゲーム機に搭載するサウンドチップに対する要求は厳しいものでした。音の面でも生活する街を作り出さなければならなかったからです。モデルは持たないでしょこれ。楽器メーカーでは1年以上にわたってミーティングが繰り返されました。小さなゲーム機に搭載されるチップの限られた容量でゲーム機に求められる多彩な音を再生するにはどうすればいいのか。まあ、だからチップができる前に元々のインターフェースは変わりました。遅いってわけじゃないけど仕様は試行錯誤の結果採用されたのは ADPCM という技術の導入でした。音声データを圧縮することで大量のデータを処理しようというものです。一番先に出てきたのがまず発音数を倍にしてほしいと。発音数とこれは今楽器でいうと鍵盤1個押した時に出る音を1つと数えますと全部で今まで32だったんですけどこれを64個出るようにしてほしいということで一番の使いやすいのはセリフなんですね。でこれも実は大変贅沢なんですけど64チャンネル分 ADPCM があるんで64人が一斉に勝手なことを喋ってもそれなりに音は出るわけです。64人分のセリフを同時に出せるサウンドチップ、その性能を最大限に生かすため鈴木さんは贅沢な要求を出しました。主題曲をオーケストラで収録しようというのです。豊かなサウンドの支えがあってこそリアリティのある表現の輝きが増すという鈴木さんの考えによるものでした。しかも自分の芸術性を半分混ぜるんですよね。アーティストっていうのは職人なんですよ。職人さんです。職人っていうのはオーダーに言うと作るじゃないですか、はい、だから僕はその職人のタイプですよね。アーティストっていう、こだわり抜いた音と映像が組み合わされてゲームが次第に形を整えていきます。ダメだよ、こういうのやっちゃダメだよ。リオの性格とこの程度で足痛めて走れない、そういうキャラクター設定じゃないから、はい、これやっちゃダメだよ。どういった形でやればいいでしょうか。だってリオはこういうのやっちゃいけないって、それ考えて、それ考えりゃ分かるだろうって。鈴木さんのチェックも厳しさを増していきます。これ今誰やったの。しみじみとした瞬間は素晴らしい音楽が鳴るわけよ。ここでさ A ボタンマーク来てさ ブー とか B とか入っちまったらもうぶち壊しなのよ。大丈夫？ああ足元に気をつけて。ああ手直しされたゲームです。
そのもの東の戸津国より。オープニングのナレーションを吹き込むヒロイン役の石垣葉月さん。若者姫氏力未だ知らず、かの身を滅ぼすこと。アフレコの演出指導者にはこの道の第一人者を起用しました。ここでも鈴木さんはゲームの質の高さにこだわる姿勢を崩しませんでした。共に荒れ野の道を行かん。長き物語は今始まれり。このゲームは今年秋の完成を目指しています。スタッフにとって一番気になるのはこのゲームが一般ユーザーにとってどう受け止められるかです。その試金石の一つとなったのが3月に開かれた東京ゲームショーです。このゲームのデモ版への反応は悪くないようです。グラフィックが綺麗で、すごい簡単で、実際に自分が覚えてるみたいです。ちょっとゲームとは言えない、もうなんか一つの映画みたいな感じですけど、逆にどんなところ映画とか撮影も合わせない。人の動き一つとっても、もう今まではなんか作られたような動きでしたけど、これはもう見てると本当に中で人が動いてるな、そんな感じがします。このゲームショーではもう一つ別のタイプのゲームが注目を浴びていました。それがネットワーク社会の進展とともに注目され始めたネットワークゲームです。これは世界12カ国の人々が参加してのカーラリーゲーム。世界中で同時刻に画面表示される特別コースでベストラップを競い合いました。インターネットによって世界中の若者たちが国境を越えた瞬間です。時間と空間を越えられるっていうのはやっぱり大きいですよね、例えばやっぱりアメリカのやつを今ここに呼べないですよ、でそういうことを考えると可能性はもうかなりあるなと。他のゲーム機メーカーでもインターネット時代の進展を睨んださまざまな試みを行っています。その一つがパソコンによるネットワークゲームの開発。これは数年前から開発されている代表的なネットワークゲーム。1日に最高100万件のアクセスがあったといいます。このゲームの仕組みは至って簡単です。ネット上のゲームサイトに自分の配下のモンスターを出動させ、カードゲームの要領で対戦します。自分が好きなように調整したモンスターたちが相手のモンスターより強かったら勝ちです。勝ちゼリフや負けゼリフを入力できるなど、対戦相手とのコミュニケーション能力に優れており、
これまでの家庭用ゲームの強力なライバルになる可能性があります。この日、一人のアメリカ人が鈴木さんを訪ねてきました。世界的に有名なコンピューターソフト会社でゲームも担当する重要人物です。でもたくさんポリゴン使ってますよ。そんなに使ってないです。シャイン鈴木さんが開発中のゲームが大きなビジネスチャンスになると考えたのです。Well, I think he's, you know, one of a handful of people who have spent a decade or more experimenting in this new medium, this interactive entertainment medium, and they're really going to be the leaders that take it forward.And introduce it to the broad audience. You know, gaming started as something a small set of people played, and it's grown and it's grown and it's grown till now, you know, like I said, it's starting to replace traditional media, replace TV to some extent, replace movies to some extent. その一つの完結した美しい形でみんなに渡したいんですよ。で、一番の不安なテレビや映画に。取って変わるのではとまで評価された開発中のゲーム。しかし鈴木さんの生みの苦しみはまだまだ続きます。秋に発売予定のこのゲームは次の展開では主人公が中国に渡り父の敵を探し続けることになります。まあ、とにかく船に乗るってことに焦点を当ててしまえば大きな流れで捉えて、まあ、やっていけるかなと思ったので、まあ、賛成なんですけれども、鈴木さんはスタッフに次のステップに進むためのアイデアを求めます。それが一番いい手段なのかどうかっていうのは気になるっていうところですね。で、個人的にはあまり息子にいい印象を持てないっていうか、その大きなイベントを盛り込みにくいっていう印象があるんですよ。だから後半のアイデアがほとんどないじゃないですか。だから港のエリアの後半を問題にしてるわけですよ。どうすんのって。会議はスムーズに進まないようです。今回これだけ時間かけた時にやっと見つけた一番の問題でしょうが今、はい、すみません。そっちはそっちで話してるのはいいけども、少なくともそこに関わる人たちはその話を聞いて参加するとか意見を言ってあげるとかせにゃあかんでしょうが、なんか喋れってまともなことを。ゲーム機をめぐる各社の攻防はますますその激しさを増しています。3月、対抗するゲーム機メーカーが国内有数の大手家電メーカーと組んで次世代のゲーム機を開発すると発表しました。その発表会で公開されたデモ映像、それは予想を超えた性能の高さと可能性を示すものでした。発表の翌日、なんと10万ポリゴン使ってるよ。何場所からポリゴン変換したんですかね。ところがソニーさんがさ、鈴木さんは新しいゲーム機に搭載されると言われるチップの性能を分析します。バカでかいチップ作ってきた。でワンチップ化することによっておそらくこれでさらに 2,3 割上がっちゃう、ね。はい、それかける性能引き出すまで時間かかるんだよね。2年目だね。常に競争相手を意識しながらのゲーム作り。
それは時間との戦いです。コンピューターを使って01の世界で数学物理を使って何かをしているわけなんだけど、結局のところその作品からね、その誰かにこう何かを伝えていく力っていうのがその作品の中にあるじゃないですか。その作品の中にその人に何かを伝えていく力、感動であったり何でもいいんだけど、その力が宿る時っていうのがあって、そこは何かっていうと技術じゃないなっていうのはすごい思うの。だからやっぱり心を込めて丹念に作るっていうことしかないのかなって思いますよ。そうなっちゃうとそのハードの性能差っていうのはどっかで完全に技術の差だったりするんだけど、そのエンターテインメントにしろ何らかの作品にしろ最終的には何かって言ったら人を動かしていくとか影響を与えるとか、そのエネルギーがこう放出されるわけだから、何が大事なのかなと思うと、その作品に対する思いがいっぱい入ってるかどうかなんですよね。今や大手家電メーカーも続々と参入するなど、熾烈な戦いを繰り広げるゲーム業界。半導体技術の発達とネットワーク社会の進展は、ゲームを従来の概念を超えた広がりと表現力を持つまでに進化させました。最先端のデジタル技術を駆使したゲーム開発の現場、そこに見られる想像力と技術力の凄まじいばかりの葛藤、そうしたせめぎ合いの向こうに21世紀の私たちの社会を変えていく可能性の一つが見えているように思います。We'll be right back.